あのさんこんにちは。あなたの心のフグ料理第一弾です。はい、本日はこちら長門の国一宮住吉神社に来ております。住吉神社といえば、まあ、大阪にもあるし、それから切った九州にもありましたね。はい、さあこちらの神社ですけども、御社殿になっております。本殿が5つこう連なってるやつですね。御社殿、まあ、ご祭神はこちらです。まあ、何よりもすごい、まあ、なんていうんですかね、あの人、毛利元就。毛利元就が植樹したという経緯もありますし、なかなか素晴らしいですよ。で、何でしょうか。まあ、山口県の一番ね、端っこの下関の方にあるということで、まあ、なかなか古い、1800年の時を刻む悠久の社ということで、もうしっかりね、補強されてるというか補修されてるんで、綺麗なお社ですよ。はい、ちょっと人がたくさんいて、あんまり映り込んではいけないかもしれないんで、この辺にしときましょうか。川も飛んでるしね、ね。はい、それでは住吉神社でした。はい。どうも、画伯です。私の大好きな声優さん若本のりおさんがご自身の PR ボイスで、お引きのすってこんにちはとかなんとか申しましてね、若本でございます。冬北にらば春遠からじ、もうすぐ梅もちらほら桜の季節とおっしゃっていたのを思い出しました。今緊急事態宣言が各地で出て、どこもかしこも大変なご時世、先ほどのことわざ冬来たりなば春遠からじがふっと頭によぎるのも神様からの典型ではないのかと、そう思って疑わないのですよ。誰かのせいに従う世間を尻目に、一人一人の思想がもう一段階成長すれば変わってくるのになぁと、そのためにも神社を巡って探求してまいりたいと改めて決心する画伯である。とまあおせんちなことを柄にもなく言っている今日この頃、より一層寒さが厳しく身に染みますね。どうぞ暖かくして、そしてこの動画を見てさらにほっこりと暖かくなってくださいね。ということで、早速今回の住吉神社についての言われを画伯流に、画伯の言葉で解釈してまいりましょう。下関の住吉神社は日本三大住吉の一つとして知られておりますね。創建はというと、日本書紀神宮皇后摂政前記によれば、三冠征伐の際、神羅に向かう神宮皇后に住吉三神が信託してその都会を守護し、鬼と狼が我が新玉をあなたの山田村に祀れと再び信託があり、あなたの保田本立を神主の長としてその場所に祠を建てたのを起源とするのだと。住吉三神といえば、イザナギの御事がみそぎの払いを、つくしの姫賀の立花のおどのアハギ原で行った際に、背の深いところで底筒尾の神、背の流れの中間で中筒尾の神が、
水面で上頭相の神がそれぞれ生まれたとされている。余談ですが、この時にイザナギの御事から生まれた神様の数、なんと26宙にも及ぶんです。すごすぎる。そして大阪の住吉大社は三神の二義玉なのに対し、ここでは新玉が祀られている。なので拝殿には住吉新玉本宮の見学がある。住吉に関してはまた博多と大阪で語るので割愛しますね。ネタ切れになっちゃうからね。御祭神を見てたら関係のある神様がずらり並んでいます。その中でも竹南方の御事だけが異彩を放っている。後世に奉仕したようだけど、なんででしょうね。誰かが諏訪大社から誕生したのは間違いないけれども、本殿は御社殿と言っておりますが、5つのお社が連なった形になっている国宝ですね。荘厳ですね。ここで後々気になることがございます。それはお守りを売っているのですが、その中にトイレの神様の不浄除けがあるのです。でもここには瀬尾律姫はおらず、画伯流に直感を働かしてみると、住吉三神の裏には、あ、裏じゃないか、渡積三神の存在がありますね。このことから瀬尾律姫につながってもいいと思うんですよ。一木島姫の御事がいるからかもしれませんがね。で、ここには特殊神事がある。まず御弓神事、12月15日の夕刻まで7日間しめ縄を張り巡らして、一般の人は参拝できず、神職は風呂に入れず、ひげも剃れない。また日々の食事も制限され、粥湯と漬物、お湯だけで過ごし、15日暁の忌み明けと同時に身を清め、例祭に備える。これはどうやら神宮皇后が忌みごもりされて天地の神々に戦勝を祈願された7日間と同様と考えられる。そしてメカリ神事、旧正月の未明に壇の浦の海中よりわかめを借り、神社にお供えをする一般の人には見せない神秘な神事なのだとか。神宮皇后に由来する神事とされているが、どうでしょうね。ロマンが広がりますね。そんな謎解きも楽しみながら今後やってまいりますよ。ではでは、そんなところでまた後ほどね。住吉神社へのアクセスは、車なら中国自動車道下関インターチェンジから車で10分、 JR 西日本山陽新幹線、山陽本線新下関駅からタクシーで約5分、三田交通バス一宮バス停から徒歩10分。おおそかなだけでなく神秘的で、なおかつ興味深い特殊神事、気になることばかりで2度3度と行きたくなること間違いなしですね。そんな住吉神社にぜひ一度お参りください。
ということで住吉神社行ってまいりました。まあ行ってまいりました言うても1年以上前なんですけども、このラストコメントっていうのはその行った時に撮ってないんで、その行った時の映像をもう一回見返して感覚を思い出してね、これ今言うてるんですけども、住吉神社どうやったなんでしょう、ここの本殿がすごく珍しい、五連結してる、ね、五社殿言うてますけど五連結してる珍しい本殿なんで、すごい荘厳で、まあ、楼門も趣味に沸いてすごく綺麗な楼門でしたし、まあ、地元民子供たちが遊んでるぐらいなんでね、地元民に愛されてる神社なんだなっていうのを痛感しました。本州でいうたら最西端ぐらいにある神社ですから、ぜひ一度行ってみたはいかがですか。フグ料理とか増えまいったら美味しそうですよ。ということで住吉神社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様、次の一旅でお会いしましょう。アディオスアミーゴ、無影響。僕らの未来は歩き出す